はい、どうもこんにちは、ジェーンです。今回もナチュラリウムタイムスをご覧いただき本当にありがとうございます。なんでマイクを手に持っているのかっていうとね、これピンマイクなんですけど、服につけるとどうしてもデローンってなって、重みでね声がうまく入らないんですよ。なのでピンマイクの意味ないじゃんっていう気もするけど、こういうトレーナーとかは特につけにくいんで、声が入りやすいことを優先して、見た目は滑稽ですがこのような形でおしゃべりします。はい、さて前回の動画ご覧いただけましたでしょうか。ベタは飛ぶということで少し不安を煽ってしまったかもしれませんが、そういう考えも持っておいてもいいかもしれませんね。ベタを買っておられる方はね、万が一に備えてということで、そのような前回の動画でしたが、私はその対策としてホームセンターでポトスを、いろんな種類のポトスを買ってきて、で水面がポトス畑になるぐらいポトスを植えるっていうのかな水の中なんで、まあドボンするって私普段言ってるんですけど、大量のポトスをドボンしました。前回の動画から何が変わったかっていうと、実は前回ドボンしたポトスたち一回引き上げて根っこを結構切りました。もう茎のギリギリのところまでチョキンチョキンと切っちゃいました。なんでかっていうと、古い根っこがついてるとやっぱり若干黒いのが目立ってね、いいんですよ。私今までそのままドボンしてたんで、黒い土の跡がついてても別に問題ないんですけれども、今回はちょっと遊泳空間の問題もあったので、根っこを極力極限までカットしました。その後根っこがどうなるのかっていうことについてはおいおいレポートしていきたいと思いますが、特に問題なく新しい根っこが生えてくるんだろうと私は見てますけれども、特に心配はしてません。多分大丈夫です。はい、同じ60センチ水槽の話なんですけど、そこにプレコっていう魚が入ってます。でプレコさんの餌がね、たまたまうちにあったんですよ。まあコリドラスとかプレコ用っていうやつなんですけど、まあ、プレコさんね、基本的にはコケ取り船体として入っていただいていて、コケを一生懸命食べてくださってるという感じなんですけれども、まあ栄養強化というかサプリメント的な意味でプレコの餌を入れてみようかなと思って、ある日入れてみたんですよ。そしたらプレコを食べたんですよ。ああ食べるんだってすごいなって思って進化性のやつで、すぐにソイルの方に落ちていくタイプの餌なんですけど、匂いがするんでしょうね、美味しそうな。でもプレコだけじゃなくて他のお魚も集まってくるんですね。でその60センチスリム水槽にはニモさんっていうベタのメスのニモさんが住んでるんですけど、その子が前回ジャンプして飛び出してしまったっていうお話をした子なんですけれども、ベタはそのプレコの餌には興味持ってません、全然。プレコの餌に関してはペルマトっていうね、卵巣を食べてくれると言われているコケ取り能力の高いちょっとデカめのペルマトも食べようとするし、サイアミーズもそれを一生懸命食べようとするんですよね。一生懸命食べようとして争いが起こってました。普段極めて温厚なプレコさん、食べ物に関しては結構シビアということが分かりました。可愛いですよねっていう日常の一場面でした。すみません、皆さんにちょっと謝っておきたいんですけど、最近動画の内容が当該の60センチスリム水槽の話ばかりになってますよね、連続して。なので他の水槽はどうなのって感じかもしれませんよね。現状特に変化ないんですよ他の水槽に関しては。変化が大きいのがたまたまその60センチ水槽なので、今回も60センチ水槽についてお話しさせていただくこととなりました。
はい、という感じです。先ほどお伝えしたようにポトスの根っこをバッサリ切ったので遊泳空間がしっかりあるのがご覧いただけましたでしょうか。今回はテルノシリーズで集めたポトスたち、いろんなポトスがこの中には混ざっております。詳しくは前回の投稿をご覧いただければと思います。ポトスの他にもディフェンバキアや空手や、そしてまたポトスや水上用になった水草などもありますが、真ん中にあるのは塩ビ板ですが、これに関してはこの後ゆっくりお話しします。ペペロミア、ペッパーミルも今のところ元気です。もともとあった観葉植物ももさもさですよね。撮影している最中に偶然見かけたのですが、このニモさんなんだか怒ってるように見えませんか？周りにグッピーのメスが何匹かいるんですけれども、ご覧ください。グッピーのメスがニモさんの尻尾をツンツンするんですよね。それで怒ってるんですけど、もしかしてこれってこの間の飛び出し事件と関係あるかもと思ったんですが、真相はニモさんに聞かないとわからない。でもこういうことが日常的にあったらニモさんにとってはたまったもんじゃないですよね。というわけで、グッピー水槽は別に実はあるので、グッピーのメスを取り急ぎそちらへ移動することにしました。網が入ってますよね。違うよニモさん、あなたじゃないんだよ。自分から入っていきました、そして出ないっていうね。でも出た途端ペルマトが追いかけるんですよね。このペルマトはご飯を食べてるところにニモさんがいたから追いかけたんだと私はそう思っています。なぜなら他の魚も追いかけまくりまくっていたので、その延長線上かなと思うんですけど、個人的にはグッピーの尾びれ攻撃がやっぱりストレッサーなんじゃないかななんて思いますね。それなら飛び上がるのもちょっと納得がいくというか、まあ本当にわからないことなので議論するべきことなのかよくわかりませんけども、ニモさんこの環境で悠々と泳いでおります。こっちめっちゃ見てますね。ヌーンってしてますね。ヌーン、はい、ニモさんは本当に愛しいキャラクターでいつも癒しを与えてくれています。ご覧いただいている映像は、ポトスとかの根っこがほとんどないということがね、わかると思います。その方がすっきりとしております。はい、こちらが60センチ水槽です。このワンサカ具合見えますかね。ポトスのテルノシリーズがまあ茂っておりますが、ここに塩ビの板を置きました。穴開きの塩ビ板をね置きました。で、今からその塩ビ板外して餌を与えたいと思います。塩ビ板を外して、これは自分でカットしました、ご飯をあげるための餌拡散防止用の四角いやつをここに置きます。ちょっとアヌビアスバルテリーの大きな葉っぱが邪魔といえば邪魔なんですけど、今ニモさんがここに来てるんで先にニモさんのご飯をあげようかな。はい、お食べ。
他の子に取られるよ。今ベタの餌こちらをあげてますが、食べないことはないんだけど、この一般的ないろんな熱帯魚用のフレーク、こっちもすっごい勢いで食べるんですよね。ではフレークの方を入れていきます。フレークの方も、はい、ニモさん食べてますね。めっちゃ普通にガツガツ、むしろ好きだろこっちの方がぐらいの勢いで。はい、ニモさんもうお腹いっぱいなはずですが、めっちゃがっつり食べてますよ、フレークも。他のお魚が食べるまではこうしときましょうか。塩ビ板はすごく無造作に置かれてますけど。はい、他のお魚がご飯を食べている間にちょっとだけ塩ビ板の説明をしたいと思います。こちらいわゆる塩化ビニルなんとか板です。水にも強いらしくて、水槽の仕切りにもっていう風に用途のところに書いてあったんですよ。でコメント欄でも教えていただいたんですけど、アクリル板より塩ビ板の方が水槽には向いているそうです。これは塩ビ板です。こちら大きさはね、この縦が18センチ、横が10センチくらいにカットしました。どのようにカットしたかっていうと、こういうのってね、ハサミとかカッターで切れないんですよ。コストかかったんですけど、しょうがないので、私はこうなんで、こういうものを買いました。Pカッターって呼ばれるやつで、あ、アクリルサンデージャパンって書いてあります。メイドインジャパンのアクリルサンデーと呼ばれる商品みたいで、このね、アクリルサンデーのこの鍵のような、先が特徴で、ちょっと分厚いんですよね、刃が。なのでどっちかっていうと塩ビ板を削っていく、切るっていうより削りながら溝を作っていって、塩ビ板がもう薄くなったら自分でバキって折るっていう、そういうやり方が一番綺麗に切れるらしいです。すごい軽いけど、ベタが飛んだぐらいじゃ飛ばないでしょうねっていう重みはありますね。下敷きとかよりは重いけど、ポトスの上には置けるぐらいですね。で残った塩ビ板これなんですけど、塩ビ板はもともとは 30×30 で約1000円でした。ちょっと高いよね。まあでも致し方ないという感じなので私は買いましたが、この穴が開いてるのがいいっていう風にね、私の行きつけのアクアショップの店員さんも言ってました。なんでかっていうと、底敷きのパネルヒーターとかを使ってちっちゃい水槽でベタを飼っている場合とかは、これがね、穴がないと水中の水温が急激に上がってしまうことがあるらしいので、穴が開いてるやつがいいですねっていうふうに言ってました。はい。なので穴開いてるやつ探したらたまたまあったんですけど、という感じです。
はい、というわけで今回の動画はこの辺で終わりにしたいと思います。テルノシリーズのポトスがいっぱいの水槽いかがだったでしょうか。塩ビ版で工夫したっていうことも今日ご紹介させていただきました。これで無事平穏な60センチ水槽の生活が取り戻せたらいいなと本当に思ってます。さてさて、皆さん今回の動画で少しでもいいと思ったところございましたでしょうか。もしありましたらグッドボタンを押していただけるととっても励みになります。ありがとうございます。ぜひよろしくお願いします。そしてコメント欄ね、公開で使えるようになってますので遠慮なく使ってください。ただし誹謗中傷以外でお願いいたします。そんなことした人今まで一人もいないんですけどすいません、何回も言って。さて、最後にチャンネル登録がまだだよという方おられましたらぜひ今日チャンネル登録をしてくださると私はとても嬉しいです。嬉しゅうございます。はい、今後も動画作りをしていくためのモチベーションに直結いたしますのでまだという方はぜひ今日して帰っていただけると嬉しいです。そしてまた戻ってきてください。よろしくお願いします。最後にこのチャンネルではメンバーシップもやってます。ナチュラリウマさんと呼ばせてもらってますが、会員制のメンバーシップがあります。詳しくはメンバーになるというボタンをピッて押していただけると概要が現れますのでそれを参考にして入ろうかなと思った方はぜひぜひ入っていただけると私は超嬉しいです。よろしくお願いいたします。今ちょっと空気椅子に座ってるような感じで喋ってるので足がプルプルしてるんですけどそんなのはどうでもいいですね。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後まで見ていただいて本当にありがとうございました。皆さんの水槽も平和でありますように、そして皆さんも健康でありますように。じゃあまたね、バイ。